ふう、早くしないと追いつかれるわけにはいかない。見つけないと愛の戦士。ほんとマジありえないわ。パンツが線路に落ちていたせいで電車が遅れるなんて。やば、もうこんな時間。急がないと遅刻しちゃう。急げ急げ。ごめんなさい、学校に行くのに急いでてうっかりぶつかっちゃって。あれ、相手は人間。こっちこっちだよ。パンツ、私が見えるの人間。うわ、パンツが喋ってる。頭を打ったんだわ。やっぱり私が見えるんだ。やっと見つけた、言葉を交わせる人間、愛の戦士。愛の戦士、間違いない、君だよ。パンツを愛する人、愛の戦士。本当に頭を打ったみたい。早く学校に行かなきゃ。自分をよく見てみてよ。いつの間にパンツに変身したの？パンツに変身できるってことは君が愛の戦士だという証明だよ。敵が来てるから続きは後で。走って。られるなんて思わないでよね。待って、両